海と日本。私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。島根県でも様々な形で海を守り、次世代へつなげる活動が行われています。今回ご紹介するのは、沖郡海士町で行われた風呂屋海岸ビーチクリーン。この日は海士環境ネットワークを中心に、地元の高校生などおよそ30名が参加しました。沖ノ島はユネスコ世界ジオパークにも認定されていて、美しい海岸風景が広がる島根県を代表する人気の観光地です。また沖の自然に魅せられて都会から哀嘆する方も多い場所でもあります。しかしペットボトルとか、なんか意外と壊れた小さいゴミが多いです。そう、最近では漂着ゴミなどが目立つようになり、生態系への影響を懸念する声が上がっています。鳥とかがペットボトルのキャップを餌と間違えて飲み込んじゃったりとかもありますし、そういう生物への影響も特に心配はしているところですね。およそ40分の清掃で海岸は見違えるようにきれいになりました。そして清掃後はちょっとユニークな勉強会も。ゴミの気持ちになり、どこで捨てられてどのように風呂屋海岸にたどり着いたのかを紙芝居風にして発表します。なんでじゃあゴミ来たのかなっていうことで、その原因を自分で考えれるようになると思ったんですね。何をすれば逆にゴミが流れなくなるかっていうところまで、考えられるかなと思って、ちょっとストーリー作りっていうのをちょっと試しにやってみました。はい、ゴミが発生した原因を考え、それを防ぐことが綺麗な海岸を守ることにつながるんでしょうね。好き、青いところでキラキラしてるところが すごい。私たちのアクションが青くキラキラした海を子どもたちへ残す一歩となります。海と日本。